方言物語、文法本、方言物語は、方言の乱の顛末を描いた、作者不詳の軍記物語である。方言元年に起こった、方言の乱を中心に、その前後の事情を、和漢根古文で描く。賭場法王のストクインへの上位問題より始まり、賭場法王が崩御したのをきっかけに、ストクインが挙兵。ストクインと後白河天皇との行位継承争いを、 軸に、藤原忠道、藤原頼長の石棺家の対立、源義朝と、源のため吉の源氏の対立、平の清盛と、平忠政と,平政との平家の対立が加わり、ストク川の敗退、以降の平時の乱、自称、樹英の内乱の予兆までを記す。細かい内容は書本によって差異があるが、いずれも、源のため友の活躍がメインとなっている。 また、ためやさの父の源のためよしをはじめ、敗者となった、ストク、よりながらに同情的であり、この敗者への視点が本作品の主題とも言える。この、方言物語に、平治物語、平家物語、上級期を合わせた4作品は、4部の合戦書と、称され、方言から上級に至る武士の勃興期の戦乱を、 一続きのもとして理解する見方が中世からあったことが確認できる。これは方言の乱を武者の世の始まりであるとする愚感症の認識とも一致しており時代の活気であると考えてられていたことがわかる。まさか時などの先行する軍記物語はいくばくか存在するものの平家物語などとともに新たな文学のジャンル形成に寄与した作であると言えるだろう。 古くから何人かの名前が挙がっているが、明らかにはなっていない。近世までの説としては、八筋町説、中原氏料説、源湯説、公湯相上説などがあるが、現在ではどれも根拠は薄弱とされる。なお、このうち、旅宿問答は、親族小児団を引用しており、源の湯と公湯は、同じ人物であるとされる。なお、 呂宿問答は、一世定常の安在随筆に引用されているもので、現存はしていない。そこでは、方言、平治の、両物語を二条天皇の時代の作であるとしている。事実とすれば、最も古い物語に関する記述である。しかし、この、呂宿問答では、方言、平治元の吉方、吉平と一覧を、作出したマフとあるところを見ると、 92年の源義の方、源義平の争いを含んだ物語のことを述べているらしい。しかし、この事件に触れた諸本は残されておらず、両宿問答の言う、方言平時が、本当に、方言、平治の物語のことであるのかどうかは、かなり疑わしい。また、安在随筆自体が、江戸時代の作で、信憑性にも乏しい。何よりも、 方言物語中、個体本である中良い本が、自称年間の記事を有しており、これが二条天皇の死後のものであることを考えれば、仮に、旅宿問答の記述が事実であっても、方言物語のことを指しているとは思われない。いずれにせよ、これらの諸説は、現在ではほとんど帰り見られてはいない。戦後になってからは、高橋定一によって派出情報説も提出された。 近年では、その制作に関わって、複数の人、内しは集団を想定する説が多くなっており、旗の義道を物語のいくつかの伝承者とする、安倍元の説、藤原忠実、より長不死周辺の人物を想定する、原水民主、砂川博などの説が提出されている。なお、以下の、成立でも触れるように、 平時物語と一組のものとして扱われていることが多い。作者が同一であるという説も古くからあり、橋辻長らは平時物語の作者にも偽されている。別人物を作者とする説は、戦前の藤井信夫などに早く見られる。書本の項目に関わるが、第四類などは内容が多様しており、同一作者を想起させるものがある。一方、 方言物語では、個体と思われる中いぼんが、平時物語では、ことひらに近いなど、対応関係には乏しく、作者が同じであると見ることは難しい。少なくとも、この二つの物語を同一作者と認定するだけの根拠はないと言える。方言物語の成立に関しては、わかっていることは、あまり多くない。作者で触れたように、自称年間の記事を含むので、 それ以降であることだけは動かない。ただ、具観照に、方言の乱についての話が、少々あるとかや受けたまはれども、未だ見侍いらずとあること。また、永忍五年成立の、普通衝動集に、平時、方言、平家の物語が、微和防止によって語られたことが記されている。これらが、断片的ながら、成立についての材料として挙げられている程度である。 特に前者の愚観章の記述については、このことを根拠の一つとして、長住康明わきは、愚感症成立以前に、方言物語の誕生を見る。しかし、著者である、慈エ自身が見たことがない、と言っているように、本当に、方言物語のことを言っているのかどうか、不安視されてもいる。一方では、この愚観章の少々あるお論拠に、 物語の成立は1220年以降と見るの村、八両のような見解もあり、この曖昧な記載から、方言物語の成立をお伺い知るのは恋なんであろうと思われる。また、平家物語の遺本である、原平清水記の清盛のセリフとして、方言、平治の日記なるものが見えている。これを、方言、平治物語と見る理解もあるが、反対意見も多い。 仮にこの日記を方言、平時の物語と同じと認めた場合でも、平家物語の個体本である、遠鏡本などにはこの話はなく、本当に清盛生存時の事実を伝えているかどうかはかなり疑問もある。近年では、方言物語原尊伝本中、最も個体をとどめていると思われる中来本などに、女王二年、内視は三年の成立である。 六大正直の文章が引かれているとする、湯気茂の論などによって、上級の乱以降の成立と見る見方も現れている。いずれにせよ、普通衝動衆以前には、この物語の確実な存在を想定させる資料は、なく、成立を上級の乱前後と見るのが通説であるが、確かな証拠は得られていない。つれずれ草という著名な作品に、 琵琶帽子の語りがあったことを記されている、平家物語と違い、方言物語には、ルフについて語る資料はそれほど多くない。すでに、成立で触れた、普通書道集を除けば、花園院の手になる、花園院新規の現行元年4月16日の記事に、平時、平家等の琵琶語りが行われたとあるのを、挙げうる程度である。方言とはないが、 平時、平家等とあるのによれば、おそらくは、含んでいるものと思われる。少なくとも、鎌倉時代も半ばから後期には、ためともの武勇譚などが、交換に広まっていたのであろう。もっとも問題なのは、平時物語、平家物語との関係である。しかし、この三つの物語の戦後関係については、不明な点が多く、影響を述べるのは難しい。しかし、 書本で述べる鎌倉本と遠鏡本、平家物語が、ほぼ同文を採用している箇所があるなど、関係があることは、間違いない。また、平時物語の悪源太義平とためともの造形の、関係なども注目されるところのではあるが、確かなことはわからない。ただし、中来本、鎌倉本などの、方言と、遠鏡本、長戸本などの、平家に、 ストクインの音量にまつわる、ほぼ同じ内容の文章が見られ、これは明らかに一方が一方を参考にしたものと考えられる。このストクイン説話については、類話が、星新集、古事団先週章にも見えており、高等伝承なども含めて、影響を与えあった可能性が高い。次に、以下の、史実との関係に関わるが、 尊卑文脈のためよし、よしとも等の伝記はこの欄についての根本資料である、平反記との間に祖語が見られ、方言物語に近い。これは、尊卑文脈の伝記が物語に従って書かれたことを示唆している。また、元水民衆によって、人能正登録や、法上記などに、物語の本文が利用されていることが指摘されている。特に著名なのは、極定馬金の、 親説弓張り好きで、これは、方言物語から、ためやさのエピソードを中心に取り上げ、増補し、脚色したものである。ここまで諸本について触れてきた通り、方言物語は、複数の伝本が残されており、内容、話の順序には、変更点が多い。これらの内容を整理して、逐一違いを述べていくのは極めて煩雑となる。そのため、以下では、 死として、後に紹介する現存最古の写本、書本、第一類の中来本系統に即して、物語の内容についてまとめる。物語は、鳥羽法王の知性のことから筆を起こす。この法王の知性が優れたもので、その時代が素晴らしいものであったことを記す。しかし、そんな法王にも陰りが見え始める。まず、息子のこの絵天皇が父に先んじて崩御する。 この時院であったストクは、自身の息子である、重げひとの即位を期待するが、微服も銀の差し金で、即位したのは四宮であった。このため、ストクは深く、恨みに思う。続いて、蕎麦法王も天命にはかなわず、御子の占いの通りに要さる。 この法王の死をきっかけとして、ス徳は行為を茂人のものとするべく計画を練り始め、兄忠道との争いを抱えていた左大臣、藤原頼長もス徳に加担する。二人は自分たちに味方する武士や総兵を集め始める。そんな中、ス徳に味方しようとした、源の近似が、後白河法の平元森によって捕らえられ、また、頼長の依頼によって、 後白川を長複しようとした、三井寺の僧侶、勝武が捕らえられるなどの事件が、相次ぎ、両陣営の緊張は高まっていく。両陣営は、武力衝突に備えて、それぞれ有力な武士を集め始める。ストク側に集まったのは、源のためよしと、ためともらその息子たち。また平賀博、平か広氏平忠政といった人々である。 この中でもためよは高齢を理由に従軍を断り、ためともを大将に推薦するが、最後には、藤原則長に説得されて腰を上げる。これに合わせて、宇治にいた、頼長も、ストクの御所である、白川殿に戻ってくる。一方、ご白川側に集まったのは、源の吉とも、平の清盛、源義康、源頼政らが集まる。 このうち、清盛は主義人親王の目のとこであることから、後白河は遠慮しようとするが、美福門委員が、蕎麦法王の遺言と偽って、清盛を呼び寄せる。ストック川で、戦表情が始める。頼長はためよしに意見を求めるが、ためよしは、ため朝を推薦する。ためともは、兵力で劣る自分たちが勝つためには、野衆をかけて火を放ち、 天皇を奪い取るしかないと検索するが、り長は、若気のいたりと取り上げない。幸福寺の総兵が、援軍に来るのを待って持給戦を挑むべきであると、結論する。これを聞いてためともは一人探索する。天皇側も戦に備え、後白川は三種の神器と共に大大理から、東三条に移る。そして、神税に命じて、吉ともの意見を求めさせる。 吉友は戦に勝つためには、今夜にでも仕掛けて、一気に決戦を挑むべきだと進言し、新勢はこれを許可する。ストク側が、戦の準備をしている間にも、吉友や清盛は兵を動かし、敵が動き出す前に、白河殿を包囲する。ため吉の四男、寄り方は先手を打って出撃し、吉友の軍勢に損害を与える。 吉友は先人に立って反撃しようとするが、目のとこの鎌田正清にいさめられる。一方、清盛は、ため友の守る門に攻める。先人の伊藤六、山田正しいらが、ため朝に挑戦するが、ため友の号泣の前に撃ち落とされる。清盛の軍勢は色をなくすが、ただ一人、平野重盛だけは、ため朝に挑もうとする。しかし清盛は、 自軍の損害が大きくなることを恐れて引き返す。続いて義朝が、ため朝の守る門を攻めるが、か田の軍勢がけ散らされ、義朝自身も兜の飾りを射抜かれるなど窮地に陥る。金子家太だが、ため朝の老刀を打ち取るなど一しむくいる場面もあったが、大場影吉が重傷を負うなど、大きな損害を受ける。ためは、 義友や家忠を殺そうと思えば殺すことができたが、兄への遠慮や勇者への共感があって、あえて撃つことをしなかった。義友勢は、風で門が開いたのも、ためト勢の突撃と恐れて逃げ惑うありさまだった。ためト以外のストク側の武士も善戦し、後白川側は一歩も攻め入ることができなかった。このため、義友は火をかけることを神勢に検索し、 心勢もこれを認める。この日攻めにはためとももかなわず、ストクたちは白川殿を脱出する。その際、より長は流れ屋を首に受けて重傷を負う。ストクは、如意山へと逃亡するが、気力を失い、ここまで従ってきたためよたちとも別れる。その間には、吉友たちは、白川殿や敵の残勢が逃げ込んだ、星正寺を焼き払う。 ストクはかつて関係の深かった人たちの家々を訪ねるが、誰も彼を出迎えない。悲しみくれるストクは、地足院に入り出家する。その後、弟の里子聖方神皇のいる、忍那寺へと向かい、そこで腰を落ち着ける。すぐに天皇方の武士がやってきて、忍那寺を包囲する。その間にも只道はより長から、死の長者の地位と取り戻し、一方の忠実は、 自分も討伐されることを恐れて、僧兵を集めて、宇治に引きこもる。義朝と清盛は三条の素徳の五所、頼長の五条、三部の屋敷を焼き払い、代理に帰還する。ここで恩賞が授けられるは義朝は、一族全員を敵に回してまで天皇に従ったのに、あまりにも報いるところが少ないことに最高を求め、神勢と論争の挙句に、これを認めさせる。 その頃、よりながは生死をさまよいながら、父忠実のもとを訪れるが、関わり合いを恐れた忠実は、面会を拒否。よりながは舌を噛み切って、悔しがり、しばらくして、息を引き取る。彼の亡きは、奈良の般若屋に埋葬された。忠実は、この報告を聞いて嘆き悲しみ。 戦で、名の知れた人は誰も死んでいないのに、どうして、死の長者である頼長だけが命を落としたのかと、同国する。ストク側についた、乗りながらは次々と捕らえられ、頼長の居場所などを聞き出すために拷問にかけられる。父の敗北を知った、重仁親王も、みんなじに向かって出家する。そして、大み国坂本から、身の裏へと逃亡を続けていた。 ためよしも熱病にかかり、天台山に登って出家する。息子たちも合流し、ためともは東国へ逃げ延び再起を図るべきであると、検索するが、ためよしは老齢などを理由に、これを断り、長男のよしともを頼ることに決める。親子は涙ながらに別れ、よしともは、喜んで父を引き取る。ストク側についた武士たちについて、源の正さだ。 藤原三吉らの高官たちは、資材は久しく行っていないこと、また、賭法王の服務中であることを理由に、罪を軽くすることを根性する。しかし、新税は、無本人たちを生かしておけば、後々まで過婚を残すと反論し、律の通りに資材するべきであると勧め、後白河もこれを認め、いえ、広志、忠政らは切られる。このうち忠政は、 老いの清盛が除名してくれることを期待していたが、清盛は自分が叔父を切れば、吉友も父を切らざるを得なくなるだろうと陰謀を働かせて自ら切った。ため吉をかくまっていた吉友だが、鎌田の信玄に従って、勅命の通りに父を切ることを決意する。鎌田と旗の吉道は七条須作に、ため吉を連れ出し、死罪の勅命が下ったことを告げる。 ためよしは、涙にくれる。父を見殺しにするよしとも恨み、一方では、彼が、父殺しとして世間から避難されることを恐れ、また幼い息子たちの行く末を、心配しつつ、最後には生網打仏を唱えながら静かに首を打たれる。源氏に対する初段は過酷を極め、より方たちをとと五人。 また未だ玄福さえ迎えていないオトワから四人の幼子たちまでも処刑することになる。オトワカは身内をことごとく殺す義友の末路はろくな、物にはならないことを呪いつつ、処刑される。また、幼い子供たちが処刑されたことを知った、ためよしの北の方も嘆きのあまりに川野に身を投げて、夫や子供たちの後を追う。この頃、より長の死が天皇方に伝わる。 心勢はそれを確かめるため、意外を掘り起こさせる。より長の意外は埋め戻されることもなく、露房に捨てられる。このひどい仕打ちに、より長の息子である市長たちは出家することを、志すが、いつか再起を図るべきであるという祖父忠実の言葉に、思いとどまる。この厳しい処罰はストクにも及び、彼は、さぬきに流されることに決まる。 多くの友を連れて行くことも、父と母方の母前に赴くことも許されず、流罪の浮き目にある。流されたさぬきでも、厳重に監視されることになり、ストクは、光源氏、有原の雪平、純人天のオーラ、かつてさすらいにあった人々に自身を重ね合わせて、我が身の不運を思い嘆く。この時、ストクの御所の焼け跡か、夢の木が発見される。 夢の木とは行為に異変があるたびに現れるものである。ついで、ストクに着いた貴族たちや、より長の息子たちも流罪になる。市長は、忠実に書簡を送って、自身の嘆きを打ち明ける。世の人々はこのあまりに過酷な刑罰、特に老齢のためよしを処刑したことをいぶかしむ。その不信は、処刑を命じた天皇にまで及んでいる。蕎麦法王の旧心たちは、 この悲劇を思い、とりわけストクが寒気に流されたことについて、幻想工程などと重ね合わせて、いかに帝でもあっても因果から離れることはできないと、探索する。神勢は忠実までもる罪にしようとするが、これは忠道が拒否したので頓挫する。ためよしの息子の中で唯一逃げ延びていた、ためともも、温泉で養生しているところを、 平家邸に発見され、丸腰のところを捕らえられてしまう。ため友は、死罪となるべきところだったが、罪を現じられて、腕の筋を切られ、弓を引けないようされた上で、伊豆に流される。しかし、自分を運ぶ腰を踏み抜いて見せるなど、ため友の豪遊ぶりは相変わらずであった。須徳は、さぬきで、自身の不運を嘆きながら、火を送っていた。ある日、 思い立って五部大状況を謝経し、和歌を添えて、都のあたりの寺に奉納することを願う。これは、後世の安寧を得るためであった。しかし、後白河はこれを拒否、ストクは激怒し、後白河は未来永劫までも敵であると宣言し、日本国の大蔓延となることを誓って、下先を噛み切り、その地でもって、受刑状をしたためる。この、ストクの願いの通り、 世は一向に収まることはなかった。平時元年には、藤原信頼が義朝を語らって、反乱を起こし、親税を殺害、極門にする。これは、頼長の主害を放棄した報いだろうと囁かれた。一方、一旦は、勝者となった、義朝も清盛に敗北、逃亡中に、長田忠宗に裏切られて殺される。これは、義朝によって処刑された。 音若の言葉通りだった。ある日、ストクに仕えていた、是正という者が、出家して蓮ンと名乗っていたが、さぬきに渡って面会する。蓮ンは都に帰ってきてから、怨霊となったストクが、ためよらを率いて、ごしらかは上皇のご所宝珠寺殿を襲う夢を見る。しかし宝珠寺殿は、不動明王の結界によって守られていたため、 ストクは西八条の清盛のもとへと向かい、難なく中へ入った。この時から清盛が増長し、天皇をも脅かすようになっていくのは、ストクの力によるものである。しかし、この、ストクの怨霊も、西行の歌によってなだめられ、新婚される。重光率いる大軍の船を認めたため朝月岡義都筆伊豆に流された、ため友だったが、傷も癒えて、 八丈島など、周囲の島の大観を追い出して占領してしまう。さらには、鬼島に渡って、ここの住民までも従えてしまう。伊豆国を任されていた、工藤重光はこのため朝の異性を恐れ、天皇に討伐の許可を求める。この申し出はすぐに許可され、ためとも討伐の軍勢が差し向けられる。 ためともはたった一死で船を沈めるなど奮戦するが、大勢に武勢を悟って、息子の首をはねて、自身は切腹する。ためともの首は、加藤敬連がはねてとに送る。物語は最後に、ためとも以上の源氏はいないことを述べて、うんつたなく、朝敵となって果てたことを外端する。そして、子が親を切り、叔父を、老いが切り、兄が弟をる罪にし、 女性も身を投げる、日本の不思議であると結んでいる。方言物語は、方言の乱を題材とした、軍記物語であるが、物語である以上、そこには、虚構、内しは、史実との乖離も認められる。方言の乱に関する資料としては、平反期、愚寛章百連章帝王編年記などを挙げることができる。特に、平反期は、乱に実際関わった。 平信則の日記であり、信憑性は極めて高い。また、具官賞は、成立自体は少し下るものの、乱に関わった人の日記を手控えとして利用しており、こちらも資料として尊重されている。以下、主として、平反期、具官賞との関係を述べる。方言物語の主人公といってもいい源のためともであるが、物語と資料において、 造形には大きな隔たりがある。物語におけるため朝さは、方言の乱における記述だけに話を絞っても、まさしく一気当選の勇者であり、その号泣で、馬ごと鎧武者を打ち抜き、わずか二十八騎の手勢のみで、清盛率いる六百余騎、吉友率いる二百五十余騎を退けるという活躍を見せている。 特に長時間戦闘を行った吉友勢は50人以上の死者を出し、重症者も80人を超えるというありさまだった。同時に、ためともは兄を殺そうとすれば可能であったのに、不幸となることを思ってためらうという優しさも見せている。このようなためやさの造形は、富倉徳次郎によって、 サトシ、イサム、ヒトシの三徳を兼ね備えた理想的な武人の姿であると言われている。なお、タメトモの配下が二十八期であるのには、四季、皇婦本義の影響であろうと、田中義樹が述べている。一方、資料では、タメトモの記述は、ほとんどない。具官賞で、こうとことされるのは、父、タメヨの言葉であるから、謙遜としても、 具体的な活躍の場面は残されていない。ただし、平反期方言元年8月27日の記事では、ため朝を捕獲した平家庭が特別に恩賞に預かっており、ため友がストクインに味方した武士の中でも特別な存在であったとみなされていた可能性は高い。また、あずま研究2年8月1日の記事には、方言の乱に参加した大場影吉が、 ため朝を、我朝無双の弓矢の達者と表している。ただし、大馬影吉氏は、しかれども、急戦の寸法を案ずるに、その果て分に過ぎるかとし、また、鎮税より入れたまうの間、牙の時、弓ささか心に任せざるか、この古実を存ぜざれば、たちまち命を失うべきか。勇士はただ牙に達すべきことなり、そうしと耳の底にとどむべし。 おじの節あざけり老することなれと武者の汽車船の心得を述べている。東鏡の変念が鎌倉時代中期以降とされることからも、この話は汽車船の心得の伝授に力点があり、事実と断定はできないが、しかし物語のような武勇譚が生まれる下地は実際にあったのかもしれない。なお、物語では伊豆大島に流された後、鬼の子孫を従えたと、 口頭無形と言っていい話を載せているが、流罪後のため朝については、わずかに、尊卑文脈に、伊豆で打たれたことが記されるのみである。忠実とより長への評価は、方言物語と、具観章では、対照的である。物語ではより長が弁学に優れ、部下を平等に扱い、摂政として欠けたところはなかったことを称賛している。また、忠実についても、 兄のただみからより長に死の長者を禅上させたことについても親子の愛情によるものであるから批判することはできないとかばい、より長に先立たれ、孫たちが流罪になった際の嘆きについても同情的な筆致を見せている。一方の愚感症はこの親子の悪行を口をすぼめて非難している。もっとも、これは著者の自縁がただみの息子であるから、 当然の評価である。具感症の評価をもって、忠実、より長の像を決定してしまう必要はないだろう。しかし、一方で、より長に関する様々な悪評を物語が取り上げていないことも事実である。断食については当時特に批判されるようなことではないが、代記などに多く記されている指摘制裁などのことを物語は一切記さない。 これは、忠実についても、同じことである。方言物語がこの親子に同情的と言われる、ゆえんである。物語後半でためよしの息子たちが、兄よしともによって処刑される場面は、物語の中でも最も哀切な場面として享受、されてきた。しかし、この処刑については、他によるべき資料に乏しい。物語では、 天皇方からの命令によってやむを得ず切ったことになっているが、息子たちを殺すようにとの直が出た形跡もない。近次、元木康夫は、弟たちを処刑したのは義朝自身の意志で、対立状態の続く川内源氏を統制するために、行ったものではないかとの推測をしている。ため吉と義朝の関係が険悪であったことは、具感症に見えており、 これが事実だとすると物語における親子関係も虚構による面が多い。あるいは、この息子たちも、川内源氏の主導権争いに巻き込まれたもので、あるかもしれない。一方、具関賞よりも物語の方が、真実に近いのではないかとする、飯田幸子のような理解もある。確かにこの親子が仲違いしていたという資料も、具関賞以外にはない。しかし、 橋本義彦が指摘しているように、方言の乱の数年前からはため義は、忠実、より長に接近し、義友は、とばいん、ごし天皇側に接近していることは確かで、この親子の間が密接なものでなかったことは、事実のようである。平反期では、平安京北の船岡山で、息子五人と共に処刑されたとある。一方、 物語では七条須作で一人切られたことになっている。また、平反期によれば、処刑は息子である、吉友自身が実行したと考えられるが、物語では、鎌田正清と、畑の吉道によって行われている。この、ため吉の処刑をめぐっては、遺説が多く、具官省は義友が実行、場所は四つとし、尊卑文脈は、実行者、場所ともに、 物語と同じである。しかし、平反期にはわざわざためよしの首実験が行われたことまで記録されており、これらのことは、資料の年代からしても事実と思われる。少なくとも、室町時代の成立である、尊卑文脈は信用しがたい。愚官省によれば、味方の人数は少なく、敵は大勢であるから、御所に野衆を仕掛けるべきことをためよしがすとく、ストク。 より長に進言している。これが物語では、息子のため朝の検索とされている。ただし、この検索は史実、物語のいずれでもより長にとって却下されており、実行には至らなかった。一方、吉友の野州の検索を、神勢は入れて、ストクラの本拠地であった白河殿を攻めさせている。武士の検索を取り入れたか否かが勝敗を分けたと言える。 物語では9日の段階から苦行たちが代理に集まり始め、より長も、ストク上皇が、白川北殿に入る前に上皇と合流したように、書かれている。具官省もこれとほぼ同様で、忠道が内大臣、徳大寺実吉らを率いて代理に入ったように、記されている。ところが、平反期ではより長が上皇と合流したのは10日の晩頭頃で、 ただみが息子、元真を連れて代理に入ったのも同じ頃としている。しかも、開戦後に、後白河天皇が東三条殿に移ることになっても、代理には、この絵中条をはじめとする苦行が、誰もいなかったために、元真が、この絵中条を代理して、賢治を、天皇の腰まで運んだと記しているのである。 徳大寺実義が急を聞きつけて、東三条殿に駆けつけたのはさらにその後であったと、いう。つまり、九行で乱に関わっていたと言えるのは、忠道、寄長、元真の石棺家三名以外には、藤原乗長のみであったことになる。これについて、川内昌介は、九行の多くはこの争いは、本来石棺家の内紛で、 自ら積極的に関与する性質のものではなかったこと。賭場法王の葬儀が全て終わっていない段階であったことから、戦いが始まって、事態の深刻さに気づくまでは関わり合いを避けようとしていたとする。さらに、ストク上皇が、軍事的機能が全く備わっていない白が北殿に、入った市民は、白河賭場両法王が陰性を行った白河北殿に、 入って、陰性を行う、意思表示を示すことで、後白川天皇側の東三条度の選挙に、政治的に対抗することが目的であり、またこうした振る舞いをする後白川に見切りをつけた、苦行たちが、白川北殿に集まれば、後白川天皇に対して、政治的優位に立つことが可能であると判断したとする、見方を取る。この考えに従えば、ストック上皇側は、 長期の持久戦による政治的な勝利を意図しており、ためともの検索が却下されたのは、ストックや頼長がが最初から軍事作戦を考えていなかったからであるという解釈を成立させることも可能となる。具官省によれば、鎌田正清は、吉友の一の老党とあり、吉友の目の徒語であった。彼が、白河殿攻撃の司令官として何度も攻撃を行ったとある。 しかし、物語では、ためともの弓に恐れをなして、逃亡を、その後も恐れをののいて前線に出ることさえできなかった人物として描かれている。また、ためよしを処刑するときにも、中雷本では、体が震えて、首を打つことさえできず、旗の吉道に譲っている。全体に、物語は、鎌田に対する扱いが、史実と比較すると悪くなっている。乱語、 ストクインは、サヌキに流され、自身の罪合を償うためにご部大状況をしたため、朝廷に八万か、派生と農協の許可を求める。しかし、ご白河天皇はこれを拒否、恨みに思ったストクは自らを大万円と称し、皇族を没落させることを誓う。このストクインの怨霊をまつわる話は、平家物語、太平記にもたびたび引き合いに出され、百連勝など、 司書にも見えているため、当時実際に信じられていたことについては、疑いはない。しかし、山田雄二の近似の研究によれば、陰のさぬきでの晩年は、穏やかなものであったという。また、このすトクくの音量を沈めるために、西行がさぬきへ渡り、歌を捧げる逸話が、中来本などのいくつかの書本、また、遠教本、平家物語などに見えている。これは、三加集。 西行物語など、近い時代の歌集、説話集をはじめ、上田明成の白峰にまで伝えられる著名な話である。しかし、西行がさぬきへ下ったのは、任間三年のことで、ストクインの音量が交換で騒がれるのはもっと後になってからである。物語では、音量の力で清盛の性格を変化させ、後の平家の横暴を引き起こしたとするが、例えば、 獅子方にの陰謀が自称元年のことであるから時間の辻褄が合っていないのである。この例などは史実を曲げてでも、あえてストクインの怨霊を西行が鎮魂したという構成を物語が求めた例として注目される。方言物語には多くの本文系統があり、三冠本、二冠本のものが現存している。分類については主樹の論があるが、 現在では9類に分ける長墨や明の説が定説となっている。以下に各系統の代表的な本文を掲げる。文法本は中間のみの破本であるが、文法二年書者の奥書きを持つ原尊最古の写本である。中来本は三冠本。この系統は内閣文庫造本をはじめ、いずれも室町時代後期以降の写本であるが、文法本と内容が、 極めて禁止していることから、最も個体を残していると考えられている。内閣文古蔵本は、新日本古典文学体系本の定本である。また、現代語訳も、弁説出版から出版されている。また、文法本、水戸商工館所蔵本については、旧古書院から英印本が出版されている。商工館所蔵の鎌倉本がある。中来本とともに、 個体本文と目される。作中の年次などが史実に近い点などに特徴がある。ただし、中間のみは第四類の属する本文で補っている。密谷書店から本国が出版されている。この本国は欠損の中間については文法本で補っている。京都大学図書館造本が代表的な本文。この本文は 京都大学図書館のホームページで写真を閲覧することができる。話の順序、文体は、第一類とも第四類ともかなり異なっている。泉書院から本国が出版されている。コンピラグー書像のこと平本に代表される。基本的に全編にわたってかなおふされており、文芸性が豊かであると説かれている。高橋定一によってかつては、 最古の系統とする理解もあったが、近年では、従う人はあまりいない。こと平本自体についても、鎌倉時代成立とも室町時代まで下るとも、言われており、成立年代は定まっていない。日本古典文学体系の定本である。また、陽明文庫が所蔵する、宝徳本もこの系統に属しており、新編日本古典文学全集本の定本となっている。 また、四文革から、永遠も出版されている。方言物語は、平家物語と違い、読み本形、語り本形という分類は、明確にはできないものであるが、この法徳本は、犬よ義ひによって、語り、本形等のものではないかとされており、また、内容の一部が、第五類と重なることもあって、第四類の中でも特殊な写本である。第五類は、 第四類本文を増補した本文と目される。具体的には、第四類が省略している。源のためともが、伊豆大島に流された後の総和を付け加えている。このため、本文の一部に重複が起こっている。テキストか、本国はされていないが、旧古書院から英遠本が出版されている。基本的には、第五類と等しい。ただし、 ためとモルザ以降の総話の付け足しの跡が明確で、軽詩本のように重複が起こっていない。基本的には、第4類の本文である。所蔵者の正木き一ん版によって演員が出版されている。冒頭に、第8類と共通する序文があり、目次を有している。本文として、第4類と第8類の根校本文で、タめとモルザ後の総和も収めている。 高原物語の書本の中で最もタイなものである。旧古書院から永遠本が出版されている。ルフ本系統は大きく分けて、写本系統と、古活字本に分けることができる。原型は、室町後期と目され、日本古典文学体系などが出版される前は、最も広く読まれていた系統である。このうち、古活字本については、宮内庁所領部造本が、 日本古典文学体系に付録として収められている。複数の系統の本文を混合したもので、宮内庁所領部像のものが知られる。長炭説によれば、第5.6類に近い本文という。以下に、主要なテキスト、注釈書類を掲げる。方言物語の注釈は、江戸時代以来多く出されているが、ここでは、主として、戦後に出版されたものを取り上げる。 方言の欄の参加者一覧を参照のこと、ありがとうございます。